やってまいりました。すいません、ですね、ちょ動画撮ってたんですけれども、めちゃくちゃいい、杉並ホテルに実は、ちょっと宿泊してまして、福岡の、大分の。で、新しく空館っていうのが1月にできたんで、行ってみて、ものすごく良くて、そこの超、超景色がいいところで、動画撮ったんですけれども、ちょっと間違えて消しちゃってですね、ちょっとまた自宅での撮影ということで、申し訳ないです。申し訳ありませんでした。パッとしない背景なんですけれども、ちょっと内容はですね、すごい濃いもの、内容はパッとするものを話したいと思いますんで、聞いてください。ですね、ゴールデンウィークに、なりまして、もう5月今日が、今日からですね、有給取ってない方たちも、関係なく今日から、連休が始まりますよというところなんですけれども、間違いなく出してます。ロレックス出してます。もう聞きました、めっちゃ。たまたま、杉の井、まあ、コメントしてくる人たちの情報とかももちろんあるんですけれども、杉の井で、昨日杉の井ホテルで、こう、なんていうんですか、ちょっとビュッフェは僕はあんまり杉の井ホテルのビュッフェってあんま美味しくないんで、まあ、別府の別のちょっと、水天っていうなんか有名っていうなんかお寿司屋さん行ったんですよ。そこもめちゃくちゃ美味しくなかったんですけど、そこでただロレックスの話をしてる、50代、40代ぐらいの男性のなんかサラリーマンのスーツ着た、6人ぐらいの集団が隣にいまして、たまたまですよ。たまたまロレックスの話めちゃくちゃしてて。で、その方たちが言ってたのが、もう電話がなんかかかってくると。ロレックスから電話がかかってきたみたいな言ってたんですよ。それコメントでも、前回コメントでも電話がこうかかってくるんですよねみたいなしてきた人も、いたんですけど、本当らしくて、これエルメスもそうなんですけど、入ったら入りましたよ。これも著名人とか言ってるじゃないですか。キャバ嬢とか、ホストとか、芸能人とかもそうですけど、なんかこう、有名な人たちが、こうエルメスから電話があったから、エルメスのバッグを買いに行ったみたいな、普通に平気でそれ話してるんじゃないですか。でこれ多分嘘じゃなくて本当なんですよね。で、ロレックスもやっぱエルメスとすごいこう、似たり寄ったりなんで、そういった意味で言ったら価値とか、位置づけとかっていうの、似たり寄ったりだと思うんで、ロレックスも絶対そういうのあるだろうと、僕思ってました。で、これちょっと本当に、前も僕昔いたと思うんですけれども、まあ、これはちょっと僕の、ちょっとリユース業界の、仲良くしてもらってる人から聞いたんですけど、ロレックスとか、そういう時計屋さんっていうのは、なんか営業の部署がなんかあるらしいんですよ。営業の部署があって、上顧客とかそういう方たちには時計を持ってくらしいんですよ。そういう、例えばそれが広島にいますとか、東京にいますとか、岡山にいますとか、もう大阪にもって、なんかいっぱいこう、あれなんですけど、普通にその県の、そういうブティックの人たち、店舗の人たちっていうのが営業に行くらしいんですよ。これは聞いてて、話に聞いてて。めちゃくちゃいいね、それ。で、デイトナとかサブマリナとか、もういろんなものを多分ブワー持って、多分営業に行くんですよ。で、普段売れない、例えば、女性物のロレックスとかももちろん持ってくでしょうけど、そういう人たちは転売用で多分、ロレックスを買ってないんで、すごい上級格でお金持ちの人だと思うんで。そしたら、多分価値にならないような時計とかでも買うと思うんですよね。ロレックスが本当に好きでお金もあるんで。そしたら、こう普段売れない、なんか売れにくい女性物の、なんか、ちっちゃい時計とかも、踏まえて在庫処分、在庫整理じゃないですけど、そういうのも踏まえて、もちろんでもレアなモデルもありますよというのでこう持っていくと思うんですよね。そういうふうに話は聞いてて、実はそういうのがあると。そしたら、ロレックスからこうなんか電話があるっていうのもあながちこれは嘘じゃないなと。嘘じゃないというか多分これも 100% なんですよ。ほぼほぼ 100% で。で、その寿司屋の隣のサラリーマンたちもいてたんですけど、二人ぐらいなんかちょっと金持ちみたいな人がいたんですよ。サラリーマンっていうかその人たちは多分経営者と経営者のなんか息子みたいな、息子かなんか親戚かわかんない、ちょっと年齢が外れてたんで、一人だけ水戸黄門みたいな、ドンみたいなおじいちゃんがいて、でその下になんか水戸黄門の息子か孫なんか、うん、なんか親戚なのかわかんないな、一応敬語で話してたんで、まあ、多分そんなんがいて、その二人はなんかもうロレックスから電話がかかってくると。で、おう、ロレックスから電話かかってくるぞみたいな、なんか欲しいんやお前みたいな、めっちゃ言ってて、でめっちゃ耳すまし僕聞いて、その人はミルガウスやったっけな、なんかミルガウスかなんか なんかが欲しいみたいな言った時に、女もお前電話がかかってくるぞみたいな、電話がかかってくるで俺がロレックス電話してやろうかみたいな、そういうことを水戸黄門が言ってたんですよ。でマジかと思って、その人たちもえ本当ですかみたいな、
もうほんと僕欲しいですみたいな、ほんならちょっと俺が掛け合ってやろうみたいな、掛け合ってやろうだみたいな、なんかそういうこと言ってて、ただ大分ってロレックスないんで、多分その人たち旅行かなんかで多分来てる人たちだったんですよね。旅行みたいなでっかいなケースガラガラ引いてたんで、なんでもしかしたら福岡なのかもしれないし、大分の杉谷に来るぐらいですから福岡なのか、でもロレックスがあるんで熊本なのか、九州で言ったらロレックスか熊本か北九州で、もう九州じゃないところではちょっと全く分かんないんですけど、もうおそらくロレックスがある県には間違いなく住んでることは間違いない。そしたら多分、だって絞れてくるんですけど、まあ、でも、標準語じゃなくて、ちょっと方言が九州弁だったんで、多分、福岡か、北九州か、熊本じゃないかなと、僕ちょっと踏んでるんですけど、そのロレックスっていうのは、まあ、店舗の方から、電話をすると。で、すごい乗降客の人たちだったら、こんな時計あるかと。多分その知り合いの時計ですよね。知り合いとかそういう可愛がってる部下とか後輩とか時計をこう多分斡旋してやることができるというぐらいな、多分権力を持った乗降客っていうのが存在するみたいなんですよ。で、これに対してですね、なんかちょっと面白くないじゃないですか、そうなってくると。なんかまあね、普通にこうやっぱマラソンしてる方たちからすると、まあ、そんなこうブラックカードがあるんかいっていう話だと思うんですよね。で、なんかこのこと、この件に関しては多分また本社とかに電話、店舗とかに電話しても絶対にイエスって言わないと思うんで、まあ、結局その動画を撮ったところで再生数は伸びるんですけど、あまりこうよろしくない、結果になるんで、まあ、ちょっとあんま僕はそれ主張今回しないんですけど、まあ、ちょっとなんかやっぱりそういうのもこうあるというところで、ロレックスちょっとそれないんじゃないのって僕は思います。これ皆さんどう思いますか。まあね、大体こういろんなね、いろんな業界業種でもやっぱそういうのって絶対にあるんで、上顧客みたいな、上得意様みたいなのあったりするんで、僕もとある病院の理事長が僕の叔父なんですよ。叔父に当たるんですけど、かなりでかい病院なんですけど、そのおじがいるからこそ、僕小学校からインフルエンザとか中学校高校で病気になっても、もうめちゃくちゃ並ぶ病院なんですよね。でかいんで、30人40人50人60人70人100人で並んでてもすっ飛ばして、もうそのおじのもうなんてあれ親族っていうところですっ飛ばして、もうどんだけきつい、みんなきついけど我慢して待ってるんです。でもどんだけきつくてもピュンと番号を飛び抜かして、その病院とかにもやっぱ行ってすぐ薬もらって帰れてたりしてたんで、もうそういうところで言うと、僕もそういう恩恵って、やっぱ恩恵をやっぱ受けてきてる、何かしら。皆さんもこう何かしらのあると思うんですよね、親戚が何かのあれだと。で、その業種のやっぱ特殊業種が、たまたまロレックスのじゃあ店員に友達がおるとか、親戚がおるとか、兄弟が身内がおるとか、なってくると、やっぱそこのなんか特権じゃないですけど、こうもらえるっていうのは、まあ当たり前のことなのかなと、ちょっとまあしゃあないことなのかなと僕もちょっと思ってるんですけれども、まあ、なかなかね、ちょっと悔しいなというところで、思ってらっしゃる方の方が多いと思うんで、ちょっとね、そういうのもあるっていうのをちょっと皆さん頭に入れた上で、ちょっとロレックスマラソンっていうのをこうやってみるとですね、ちょっとした店員との話の掛け合いでも、これちょっと話ちょっと使えるんじゃないかなと思って、今回、一応話させていただきました。また明日ですね、ちょっとやばい情報、まだまだちょっとゴールデンウィークありますんで、毎日ゴールデンウィークちょっと投稿していきますんで、皆さんぜひチャンネル登録、高評価、どうもよろしくお願いいたします。もう最高のゴールデンウィークをお過ごしくださいませ。ありがとうございました。